本日はお忙しい中、2021年デジタルの日ロゴ発表会にお越しいただきありがとうございます。デジタルの日は誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化を実現するため、政府と民間が共同で定期的にデジタルについて振り返り、体験し、見直し、共有し合う機会として今年から創設されます。本日はそのロゴが完成いたしましたので発表いたします。作成者の岩田さんにもお越しいただきましたので、ロゴに込めた思いやデジタルの日に期待することなども合わせてお聞きしたいと思います。改めまして、岩田さんは1995年和歌山県生まれ、グラフィックデザイナーとしてご活躍され、聞こえない人と聞こえる人が互いに関わる交流の場であるろう聴会を運営されています。ロゴはこちらです。岩田さんがロゴに込めた思いなどを動画にしておりますのでご覧ください。岩田直樹さん、今日はどうもありがとうございました。今見せていただいたロゴは本当に素晴らしいと思います。感動しました。このロゴができるだけ多くの皆さんに愛され、そして使われ、そしてデジタルの日が全ての皆さんにとって楽しい日になるように心から願います。今回このデジタル改革法案を作る時のワーキンググループの中から、実は、祝祭を作ろうという提案があって、そしてデジタルの日を作ろう、そしてまた民間の皆さんからそのロゴを作るなら誰にお願いするか、それをまずちゃんと決めて、でそれからロゴを作ってもらおう。これ全て委員の皆さんの提案ですが、短期間にこれだけのことを皆さんの協力でできたこと、まず心から感謝を申し上げたいと思います。振り返り、そして体験し、見直すっていう、これはデジタル庁がこれから人に優しいデジタル化、誰一人取り残さないデジタル化を進めていくとき、毎年やっぱりチェックしていかなきゃいけないことだと思います。それとデジタルテクノロジーというのはやっぱりこう敷居が高いと思っている人たちがたくさんいるの で、そういう皆さんにとってデジタルっていうのはこんなに楽しくて便利なんだということを体験してもらえればと思います。そんな意味でこのロゴの意味は非常に大きくて、一人でも多くの皆さんに、我々が目指しているデジタル化というのは日本ならではのデジタル化だということを知ってもらいたい。で徹底的にその
誰一人取り残さないとか人に優しいということにこだわるところが我が国のイノベーションにつながっていくだろうというふうに思っています。まあ、そこはもうまさに日本の日本流のデジタル化ではないかと思います。このロゴあまりにも素晴らしいので私はぜひ T シャツを誰かに作ってもらいたいと思ってますし名刺にも入れたいと思ってますし、これは申請すればどなたもそのタダで使えるというロゴですので、まあ、今日おいでの皆さんもぜひこのロゴを使っていただければと思います。私これ大傑作だと思いますよ。このロゴ本当に感動しました。このやっぱり岩田さんというその素晴らしいデザイナーの思いがここにあふれているので一人でも多くの皆さんにこのロゴをまず知ってもらいたいと思います。皆さんの方もまた拡散もしていただきたいし多くの委員の皆さんが一斉に我々そのほとんど民間主導でこういう企画をやってますのでそういう皆さんも拡散していただけると思います。台湾のオードリー・タン大臣がよく言われてますが IT は機械と機械をつなぐけどデジタルは人と人をつなぐんだと。これはもうまさに真実だと思います。もう一つ 3F をよく言われてますよね。ファースト、フェア、ファン。デジタルっていうのはやっぱり楽しくなきゃいけないと思います。まあ、そういう意味でこのロゴに負けないような仕事をデジタル庁ができるように我々も一生懸命今後とも頑張っていきたいと思うので岩田さんにはこれからもいろんな面でアドバイスをしていただいて誰一人取り残さないデジタル化全力で取り組みます。今日はどうもありがとうございました。